おはよう。魚持ってきてくれた。そうな、魚を。身がついてない魚。じゃん。うわ、すげえ。タラか。そうそう、マダラの頭か。頭。おお、すげえ。頭だけですか。頭と胃袋。胃袋。これ胃袋も炊くん。これ胃袋だから、綺麗にして炊いたらうまいね。すげえな。これエギエグヘラ取って、あれ作ろうか、塩汁に。あ、塩汁いいね。こっちで。カズシだねか。佐川さん。あ、こっちは。佐川さん、YouTube 撮影しとんの。見えや。いいっすよ。どうも。何でした。どうも。カズミコだね。あ、そうなんですか。よろしくお願いします。お願いします。何しとんないカズシ。あの機械なんか。冷凍庫。あ、冷凍庫。あ、もう来たんすか。あ、どこに置くの。ちょっと待ってろ。ちょっと待って。すげえタイミングで来たな、これ。よし。はい。頑張れよ。はい、ありがとうございました。こんにちは、料理とサムチャンネル、サムです。今日もですね、またまたね、すごいものをね、持ってきました。はい、すごいものをね、はい、このタラの頭です。タラの頭をですね、またですね、登場する方にですね、作っていただこうと思います。はい、それではですね、登場していただきたいと思います。あ、僕です。よろしくお願いします。あ、ずっとはい、今日は、はい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 、マダラの頭を使って、はい、塩汁、塩汁、塩汁に、まあ、僕らがよくちっちゃい時から食べてる、こちらのね、山陰地方では、必ず小さい頃から食べてる馴染みの料理です、うん、作っていきたいなと思います、はい、でこれめちゃめちゃ美味しいですよね。これマダラの、まあ、かなり大きいタラの頭だけを鳥取のカロ、あ、カロ、はいはいはい、っていうところの業者さんに頼んで、なるほど、この冬になると、いつもこれだけ買えるんですよ、なるほど。でこれを今日買いまして、これは、あ、これはでこれが頭、これもエラ、エラで、これ胃袋、胃袋の要は、馴染みのあるやつのチャンジャ、チャンジャになるんですよね。今日はチャンジャにはしないけど、なるほど、まあ、これも綺麗にして食べていこうかなと思います、じゃあ、まあ、このタラの頭はもう、全部食えるんで、はい、ご飯のおかずよりも、あ、なるほど、酒の魚って感じで、そうだね、馴染んでる料理かなと思います、日本酒とかにね。そうそうそう、はい、そしたら作ってもらおうと思います。胃袋から取っていきましょうか。レバーでね、これちょっと取っていったら、ちょっとで、エラ、このエラを取るの結構しんどいんですけど、エラはここの顎のところをまず、残しつつ、エラを取る、じゃじゃん。これは何だこれ、気持ち悪い、くっさくっさ、うわぁ、さあこいつ、うわぁ、なんか入ってますね、こいつは。なんだけど結構ドロドロで、もうあれだ、しっかり
もこもこして。石だ。石なんかこうっけ。石じゃねえだろ。石やこれ。ほら。うん。うん。で取ってこの余分な血というかそういうのを全部ちょっと除去していって洗っていきます。こんな感じで綺麗になりました。結構ぬるぬるだ。全部下処理が終わりまして、はい、これが頭の半分にして洗ったやつと胃袋の綺麗にしたやつと、これはちょっとあらかじめ茹でといた大根、はい、今日一緒に炊きたいなと思います、はい、であらかじめこれ昆布を引いて出汁を取ったやつで、これにまず大根入れていきます、はい。これはもう地元では伝統的な料理かな。そうですね、ちっちゃい時から多かったね、これは、うん、よいしょか、入らんか。これにちょっとスープが足りんから出そう、うん、水を足しますわ、うん、まずこの状態で一回ひと煮立ちさせます。そしたらアクが出てくるんで、このアク取りをまずしていきます。はい、胃袋の今日は2枚分入れましょうか。胃袋入ります。これで一煮立ちできました。まだ味付けはしてないんですけど、ここで結構アクが出ますんで、このアクをしっかり取ります。ここで味付けをします。味付けも至ってシンプルです。もう酒とこれ霞汁、霞汁、地元の、うん、と薄口、薄口と塩、塩ですね。もうこれです、うん、もう酒をまず豪快に入れます、うん、タラは塩味の方が絶対僕はうまいと思うんで、はい、結構塩多いめに入れます、はい、これも本当すいません、目分量で醤油、はい、これも我慢しない。これでちょっと一回ひと煮立ちさせてまた味を見たいと思います、はい、これよ、この色よ、この色なんですよ。はい、ちょっと味見しみてください。どう味加減。うめえか。うまい。うまい。すごいな。じゃあ出来上がりでいいですか。うん、うん、いいと思います。オッケー。じゃあこれを盛り付けて食べましょうか。はい。
一杯飲みましょう。食べましょう。はいよ。これか。ふふ。お。迫力がすげえ。この大根がまたうまいんですよね。この大根をちょっと添えまして、でこのお汁を。いいね。胃袋も乗せて完成です。いただきます、はい、名物塩汁に、タラの塩汁に、このね、頬肉のところちょっとじゃあ、このここがうまいんですよ、まず。ここの部分ね、ここ、うん、ここまず食べてみたいと思います。どうですか。うまっ。うまっ。うわ、たまらん。めっちゃプルプル、あのプルプルだし、うん、うん、で、この大根にですね、このタラの出汁と、うん、このが染みて、うん、うまくなってるはずなんですよ、これも。あ、うめ、うまい。いや、これなんですよ。これはね、もうしっかり味染みてる。そうそう、冬になったらこれを、うん、これと、あの、いつも僕はこの、はい、地元のかすみずる、これをいただくんです、うん。どうですか。うまい。本当にお酒に合うんですよね、これが。この胃袋もちょっといただきます。うん、うん、この歯ごたえはもうたまらないし、これ噛めば噛むほどこう旨味がもう出てきますね。いい。これ、これあの、うん、こうやってひっくり返した方が食べやすいんですよ、はいはいはい、リズは、うん、結構あれやな、身が柔らかい、うん、柔らかいから、うん、ポロンってすぐ取れちゃう、うん、これでなってて、うんうん、こう崩していきながら、うん、おまこの麺玉、プル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 麺玉のところ、麺玉のところも、うんうん、一番おいしいとこやな、うん、うまい。もうこれがあったらもうお酒めちゃめちゃ進みますわ。いいね。もうぜひ皆さんも、うん、あのただの頭が手に入った際は作ってみてください。はい、どうもありがとうございました。今日美味しそうな料理をありがとうございます。今日はですね、急遽タラの頭と胃袋を持ってきていただいてですね、今日は地元伝統の料理タラの頭の塩汁を作ってもらいました。またぜひ次回何か持ってきてください。はい、今日の動画が良ければグッドボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。